様この豪華な、ね、スクリーンの中飛び出て全員、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。あれ主演 の, あのあ、ね、安倍さんと安倍博さんと村上昌司さん先ほどはね、見かけたんですけどポケットあれあれ何今のこドゥンととかあの警備は黙っててもらってもいいですか。あ、すいません。え、なんすか。いや、違う、あの警備じゃないです。警備員でしょ。あ、ほらあ、村上昌司さんでも皆さんの視線が向こうに向いてるんですよ。ってことはこっちが、あああ安倍さん、安倍博さん、おお、これ見事に皆さん騙されたんじゃないですか。ね、ドッキリ成功ということになりますね、これは。あ、そうですね、はい、改めてオールキャストでございます。わ、皆さん、あの今日はありがとうございます。あの諸バレするだろうと、あの会場がクスクス言い出したらどうするんだという話があったんですけど、意外と皆さんなんか小坂さんの話術というかね、気づかなかったんで、なんか拍子抜けしましたけどね。今回あの徹夜く本当にあのもう皆さんには申し訳ないなと思いまして、本当に ごめんなさいね。なんかあのどういうふうなコメントしていいのか分かりませんでしたが、まあ、あの一生懸命させていただきまして、またよろしくお願いいたします。なんて言うんでしょう、撮影大変だったんですけども、お二人と関わるあの撮影シーンがすごく多かったんですけど、すごく楽しくて、はい、あの作品にこの作品に参加できてよかったなと思います。あの時とだいぶ雰囲気が違うので一応勘太郎役をやらせていただきました。本当です。大好きな阿部ちゃんと共演できて嬉しかったです。でも大好きな阿部ちゃんをいじめなきゃいけないのは辛かったです。本当はいい人なんでよろしくお願いします。はい、まあ、本当に今日こうやってあのなんか、笑顔の皆さんのお顔を見れて本当に安心しております。よろしくお願いいたします。映画面白いと思っていただければ、いろいろ、まあ、ツイッターとかいろいろありますんでね、あのなるべく面白かったって広めていただいて、そう、何が起きるかというと原作本が売れるんですね。でもおしゃべりもあうんの呼吸になってらっしゃって、そうですね、どん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 、本当にコンビって感じの、まあ来年 M1 でよかった。無理ですよそんな。いや、お断りしました。いやいや本当にあの最初ね、この哲さんの役を誰がやるんだろうと思ったで、監督はこれは絶対もう庄司さんしかいないというふうにおっしゃってて、実際その撮影現場に入ったら、やっぱ庄司さんのその今まで苦労されてきた芸人のとことか時代とかそういうものが全てなんか何ですかね、背中に表現されてるっていうか、セリフを超えてその存在をなんか示してくれるっていうかね、そこはすごく感じましたね。このお二人を見ていていかがでしたか。こんな感じです。ずっと本当なんかずっとこんな感じです、うん、最初からこんな感じでしたよね、なんか、うん、あとずっと私はとにかく現場来てかんちゃん、まあゆうくん、かんちゃんとずっとワイ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 してればいいっていう、はい、あの皆さんとの最後のほらところのシーンがあるわけじゃないですか、はいはいはい、そこら辺の雰囲気とか、あそこね、怪しい雰囲気でしたよ。しかしね、みんな登場人物幸せになるんですけど、うん、我々あのあと大変なことになってると思いますよ、映画のストーリー上。それを考えるとね、確かに恐ろしい話ですよ。じゃあそこを主人公にカラスの小指ってやつを作ってもらったけど、スピンオフで ね、スズメの親指でもいいですから。あの人を騙すって意外と楽しいもんですね。このね、カラスの親指、あの、ね、監督が本当に愛情を持って作ってきた作品で、僕なんかもそれに賛同してあのやらせていただきました。今日楽しいなと思ったら、あの先ほども言われてましたけど、ツイッターでも何でも、皆さんのお力を貸していただければと思います。